まだまだ続くよ。怪奇ゾーングラビティフォールズディズニーチャンネル。ディズニーチャンネル今週のおすすめはこれ。楽しみだな。まずは特別放送、13日日曜日朝7時からハッピーバースデーミッキーマウス。僕の誕生日。ちょっと早いけど誕生日をお祝いしてミッキー作品を一挙放送。よかったよ。ミッキーマウスファンハウスの新エピソードや初放送の短編ミッキーと一緒、さらにマジックベイクオフの新エピソードも。記念すべき日よ。そして映画はモンスターホテルへようこそ。11日金曜日夜8時モンスターホテル。なんてことだ。僕はピーター。12日土曜日夜8時パンネバーランド夢の始まり。アリは仲間を見捨てないよ。13日日曜日夜8時アントブリー。ちょっと待って、僕にはこんなこと無理。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。のりこさん、毎週土曜日朝11時はリアルな動物の姿が楽しめる。準備はいい？ディズニーチャンネルアニマルワールド。思い犬たちを助けよう。ワンちゃんの新しい飼い主を見つける活動に密着。どんな子がいいと思う？獣医さんに相談したり、飼い主さんの募集用に動画を作ろう。紹介動画を作ったり。あと少し。ワンちゃんたちを新しい家族へ届けよう。もう安心だ。とっても大切にしてくれる。ローマンのワンちゃんレスキュー、土曜日朝11時から新エピソード、ディズニーチャンネルアニマルワールドで。嘘でしょ、戻ってきた。物語は驚きの新展開へ。人間の世界に帰ってきたアンたち、残された親友の運命は、そして恐ろしい計画が動き出す。お友達にはもうじきいなくなっても。ますます目が離せない。戻る方法必ず見つけよう。不思議の国アンフィビア、水曜日夕方5時から2話連続、2話目は新エピソード。ディズニーチャンネル Hey! It's Miracle Time で。またまた始まるよ。怪奇ゾーングラビティフォールズディズニーチャンネル。